はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがシャララくんです。いや、坂田ですよ。シャララじゃないっけ。坂田ですよ。あ、発音合ってますよね。あれ違う、マセキにいますけどね、シャララってコンビ。あ、そうか、ごっちゃになってたわ。違う、坂田です。そうだ、赤もみじのシャラカ。シャラカってなんすか。坂田ね、今日。はい、今日坂田です。今日頼もう。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで今回やっていきたいんですけど、今回サイランをやっていきます。あら、ちょっとドラえもん風にね。サイランって言ってた、ね、もうそれもドラえもんじゃん、完全に。ふ、あ、ふーでしたか。はい、はいってなんすか。ちょっとお互いふわふわしすぎでしょ。確かに、ちょっと疲労がね、お互い、まあ、今日は疲れましたからね。ネタ見せもあったし、ネタ見せもあったし、前も撮ってたしね。そうなんですよね、みおりさんも今日何本も撮ってますからね。そうね、今日朝4時からクワカブの世話してたから。いや、最初すごいな。さっき、おやすみなさい。あ、待ってくださいよ、俺も疲れてるからそのままおやすみなさいって言ったやつ。先ほど言ったようにサイランをやっていくんですけど、結構前に動画に上げたこちら、ゴロファスパサ、ゴロファ族の最もエレガントなカブトムシと言われてる、はいはい、頭にダイヤのようなやつが、ダイヤのようなやつ、角がね、角がダイヤみたいになってる。繰り返してばっかじゃん、これリズムかよお前。繰り返すね。適当に歌いすぎじゃない。いや、これ結構前に、産卵セットは組んだんですよ。で、交尾できずに、もうちょっと餌をあげて産卵セットに、まあ、動画外で入れたんですけど、産卵セットその時は、まあ、一回作り置きしておきましょうっていうので大きいやつに入れてたんですけど、また別のやつを作って、はい、はい、新しく、それに入れてます。はい、おー、じゃあ中にメスいるんですか。そう、メスはいる。楽しみっすね。そう、だからあとはね、産んでくれればいいんだけど。ただ今期ね、ポルテリ、ゴロファーのポルテリ、はい、失敗しちゃったから。え、何やってるんすか。いや、悪い、ほんとに。いや、ちょっとごめんなさい、そんなへこんでると思わなかったんで。いや、だいぶへこんでた、マジで。びっくりしたわ。そういう時もありますよ。これ、クワカブプラネットさんで、はい、まあ、概要欄に載せておくんですけど、の動画で購入させてもらった5万円分店長にお任せでっていうやつの種類なんで、もう失敗は許されないというか。確かにね、気合い入れて、最大少々。よし、はい、行きますか。せーの、かな、ちょっと待って、あ、もう採石悪すぎない。あれ、猫の鳴き声する。猫の鳴き声する。具志堅？じゃ、猫ですよ。めっちゃ鳴いてる。具志堅くんの声にでもちょっと似てたな。いやいやいや、具志堅そんな声高くない。絶対に、スパサの卵を取るぞ。えい、えい、えい、おお。うぅ、変則的すぎるでしょ。じゃあ、えい、えい、おお、パン。おお、パン。ベーカリーだけにね。あら、お前ベーカリーって言う。あ、そうだ、言うの忘れてた。忘れてた、ベーカリーだお前。いや、ドキドキするな。でもちっちゃいっすね、うん、ケース。そのスパサ自体もそんなに大きい種類じゃないから。あ、そうなんですか、うん、それくらいのサイズ。これぐらいで、で、まあ2週間ぐらい経ってるんで卵取れてるはず。目標何個ですか。52万。いや、無理ですって。411。無理です、411も無理ですよ。11個。おお、バーいけんじゃないですか。あ、あるある。いや、めっちゃあった。びっくりした。見て見て、 あるある。メスめっちゃ綺麗だけど、こっち見て。あ、先にほら、めっちゃ綺麗な、もう完全有精卵で、こっちにもありますかね。そう、ここにもあるし、ここにもある。ほんとや、めっちゃある、めっちゃある。よかった、耐えましたね。耐えた。あれ、これメス生きてます。ただもうだいぶちょっと弱ってるね。そうっすね、最後の綺麗。あ、でも意外と、あ、でも眠ってたんかな、うん、落ち着いてたね。でも、まあ、だいぶ弱ってはいるね。まあ、もうちょい餌与えて。うおー、でも、すごいよ。いや、よかった。一旦仮入れしますね。せーの、人参色の卵を使うためのやつ。うわ、茹でた人参の変な切り方。いやいや、勝手に茹でんなって。茹でたら栄養逃げちゃいますもんね。この下りも蒸発すればいいのにな。茹でた時の水のように。うわぁ、沸騰したときだね。水を茹でる発想はなかったな。いや、いいだろ、ズベズベコベコベ。うわ、ズベズベコベコベ。いや、でももうこれテンション上がってのやつだから。あ、やばいな、幸先いいよ。いや、これもう見えるだけでこれってことは爆散の予感がしますね。もしかしたらね、期待できるかも。 お、あるある、あるあるある。おお、すごい、見て、すごいすごい、見てます、見てます、すごいすごいすごい。だってまだこれ半分ぐらいでしょ、上の。ああ、ああ、すごいすごい、来てる来てる。ああ、なんか来てるじゃん。すごい。それまた別の来てるじゃん。うるさい。やばい。お前もな。お前もな。すごいすごい。すごいわ。これやばいっすね。何が良かったの？栄養で。栄養が良かったのかな。あんまうまく決まってなかったけど。ね。
上にあるちょっとふわっとした土ですもんね、どっちかっていうと。だから硬い方に結構あるイメージがあるから、ね、そう、下まで行ってるのかな、行かずに真ん中あたりでやってくれてたのかもしんないけど、まあでも期待できるよ、まだここにあればね、もう下までぐるぐる回ってたってことになるから、まあ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 ね、まあまあ、あ、めっちゃいた、めっちゃあった、ちょ、変なこと言ってるから。うわ、すげえ、完璧じゃん、これは産んでるよ、結構。え、これ相当産んでますね。いや、いや、よかった、ほれい、ほれい、剤、剤、保冷剤ですね。すごい、そういう、お、すごいすごいすごい、すごいすごい、ちょっと待って、ちょっと待ちますね。いや、入り次元に返さなきゃ。お、すごい、2個2個2個、なんだこれは、レンタカー、え、ニコニコレンタカー、え、知らん、いや、もうよ、いい、それでもあ、これはいいね。あ、もうありますよ、見えました、見えてないから、おー、これはいいね、いい、痛い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 って、ひまわりの真似すんなよ。いや、痛い痛いって言ってんじゃないですよ、痛いですよ、完璧、人が痛いって言ってるのに無視してボケないでくださいよ難しい種類であるんですか。いや、そこまで、まあ、そんなにむずいわけじゃないけど、取れないときは取れない、うん、まあやっぱまあ生き物だからね、こっちもあるよ、一安心ですね、うん、で、結構やっぱ成虫の寿命が早かったりするから、結構そんなに体強い種類じゃないから、まあ一回苦戦したらそのままオス星になっちゃって、うん、掛け合わせられずにとかはあったりするかもしれないけど、じゃあもうバッチシですね、今回は。よかった、あった、うお、一個見つかった、なんかまたバーってくるよね。ね、流星群みたいな、なんか流星群、流れ星の、一個見つかったらバーってくるの、例えば流星群、流星群、いや違うでしょ、え、何いや、悩むあったあった、あすごい、すごいわ、トランス状態入りますね、うん、これあ、またあった、いや嬉しい、卵自体は結構大きいですね、意外としっかりもう2週間ぐらい経ってるから膨らんでくれてるね。あ、これ膨らんでるってやつね、これを、ああいうのだともう有精卵の確率の方が高いから、あららら、そう、もう安心できる、2週間経ってこう膨らまないやつはもう大抵無精卵でどんどんしぼんでったりなくなったりするから、ああ、膨らんでる状態のがあった時は、まあ、仮にそれが孵化しなかったとしても他のやつは全然孵化してくれる、今のところだからその袋詰めしてもらったやつはブリード全部うまくいってるね、はい、あ、じゃあお使い頼んだやつは、そう、店長さんにお任せで5万円分入れてもらった動画だって、 それはもう全部ブリード成功ということですね。そう、まあでもまだ2種類か、そう、他は休眠してたりとかでまだブリードできてないんだけど、これからですね。そう、あったよね、さっきね、ん、いや、あったあった、嘘ついてんじゃないですか、あったあった、なかったですよね、あった、ありました、え、どうですか、え、嘘ついたんですか、見てて見てて、え、見てて、ミモさん嘘つくから出てきてくれないじゃないですかごめん、なかったうわ、謝った、お、あった、うん、ほら、言う、正直な、な、な、あったろ、うわ、テンション上がるわ、疲れてても、おお、なんかバババババ、ね、ビビ弾ぐらい、ビビ弾バババって出る、俺がカメラ持ってるんですよ、こうやってね、ここ止めることできるとかじゃなくて、ほら、ズームすることだって、いや、やめろ、そうだ、お前ズームあんだ、そうですよ、忘れたわ、必殺は、今日も終わりもズームするんでね、いやもう考えといてくださいね、ズームされない方がびっくりするなお、ここにも、すごいね、おお、すげえ、ちょっと引いちゃいます、いや、めちゃくちゃ押してる、前半戦で4対1、すごい、何のスポーツかは分からんけど、相撲、点数制じゃないやつ、あー、あるある、あ、すげえ、うわすげえ、すごいすごいすごい、ピース、自然のピース出た自然のピース出てる、あー、みんなで星作ろう、あと2人募集中詳細概要欄に載せておきます、いや、ちょ、来ないでください、困りますから、いや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 、じゃないですよ、自分で募集しといていや、ないだろうって言ってよ、本当に概要欄になんかそういう感じのやつ、いや、三森さん結構痛いから、いや、痛くないよ、俺痛み止め結構飲んでるから、やば薬いっぱい飲んでる人やこれ結構産み立て、こんな違うんだよ、あ、ちっちゃ、めちゃくちゃ膨らんでますもんね、 うわ、全然違う、全然違うでしょ、ここで幼虫の形になって
成長になっていく。うわ、すごいな。おお、すごいぞ。てか、仕込んでました？手ぐらいだな、うん、仕込んでた。うわ、仕込んでたとしてもそれを手に入れてるってことは産んでるってことやから、もう確かに嬉しいですね。なんで仕込んでる側のフォローしていくの？大丈夫です。仕込んでても、これはじゃあ産んでるって、仕込んでてもって言わない。仕込んでないでしょって言ってる。まあさっきのね、相撲つながりで仕込んでる、仕込んでるみたいなもんですけどね。いやいやありがとうございます。おお、きれい。買った時のやつや。 あれ心って書いてるらしい。あ、そうなんや。え、ほんまですか？いや、ほんとだよ。うわ、変な嘘かなと思ってた。いやいや信用できなくなるんですよ。卵見つけたら吠えちゃうな。ほら、ほんとや。ウィーウィー、お、ニンテンドー。うわ、古いか。古いすぎるっすね。僕が小学生の時ですよ。てかさ、大きなノッポの古時計あるじゃん、はい、あれなんかさ、ああいうあの時計ってさ、はい、当時のおじいちゃんおばあちゃん世代が買ってるもんだったでしょ、はい、はいはい。なんか今後、その大きなノッポの古時計的なやつがどんどん変わってくんだよ、歌詞とか。どういうことですか？だから、そう、すごくコンパクトなスイッチ、おじいちゃんのスイッチなっちゃうって。ならないですよ。なるよ、そんな感じの歌詞出てくるって。スイッチめっちゃ残ってるよ、おじいちゃん大切に。いやいや、そうだから今はもう動かないとか。どうかな。いや、あるってあるって。今童話って生まれてるんですかね、童謡とか。生まれないか、どうなんだろう。桃太郎は昔に書かれたんですか、それと昭和に書かれたんですか。いや知らん、俺に言うなって。そんな、だとしたらパイナップル太郎しか知らないもんな。え、パイナップル太郎って何ですか。え、いや、川から大きな桃が流れてきて。桃でしょ、桃太郎ですよ。おばあちゃんが持って帰って、はい、切ったら中から頭がパイナップルのパイナップル太郎が生まれるっていう。え、それ誰から聞いたんですか。親からですか。マンゴー伯爵。マンゴー伯爵ってずっと何言ってんですか。果物のばっか。俺も何も出てけえよ。ちょ、糖分足りてないよ。糖分足りてないってなんすか。じゃあマンゴー摂取しないとね、宮崎の。いや、まあ糖度高いけども、季節外れすぎるだろ。あ、そこなんや。十分探し、結構探したから、これでちょっと数えてみようか。目標が11だった。ガチ目標11でしたもんね、うん、ちょっとここに置いてこうか、わかりやすいように。ちょっとね、パッと見た感じ、ほら、もうツブ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 って、うん、はい、1、玉入れみたいな数え方。2、紅白みたいなね。3、紅白、4、数えてるからやめて。12、15、20、28、29、32、34、38、40、42、43、44、44個、4倍、44個で、俺分かりますけど、完璧。なぜこう卵の並べ方、カブトムシみたいなの作ろうと思ったけど足りなかったから無視しといて。2人とももう終わりじゃん。もう死にました。すごい数ですね。ねえ、44。これも結構膨らんでるのから。そうそうそう、ちっちゃいのあるから、もう掘り出すタイミング完璧だったかもしれない、ね、完璧だね。そうね、潰れてるわけでもなさそうだし。そうですね、潰れた卵もないし、うん、もうちょっと産んでくれそうだけどね。すごい。これどうしよう、このサイズのカップに22ぐらいずつ入れて、はい、もうふかしたらすぐ入れ替えます。馴染みのある土で、こんなもんですね。ふかふかのね、はい、ふかさせるためにね。お、すごい。お、シャキン。あれ、俺が背負ってるのはシャキン。悲しい。まあこんな感じで側面にできるだけ。あ、え、なんかゴリッと音がしたんですけど、お尻の方から。土ほじったら。いやいや、土にそんな音しないでしょ。おならしたんですか。してない。ゴリッて言いましたよ。ゴリッて言う、逆におならで。いや、言わないかびっくりしてんすよ。なんでおならでゴリッて言ったんやろって。まあね、びっくりしたな。これで入れてきます。おー、気持ちいいですね、入ってる感じが。あれっすね、リボルバーに弾詰めてるみたいですね。13。あ、やっぱ同じとこ入った。回収してください、卵。時間かかるから。嫌です。カットされるだろ、ここ。嫌です。一回止めます。止めるんかい。はい、こんな感じでとりあえず管理します。
すごい、はい、見やすいですね。2つで、でまあもう側面のやつが孵化しだしたら一旦別の容器に1匹ずつ幼虫管理していくって感じしますんで、じゃあちょっとこれまた再度戻して、再度これ戻してまたこの子には産んでもらいます。もうちょっと頑張ってもらいますんで。結構産んでたから、そうね、まだ大丈夫っぽいっすね。うん、だからまああともうちょっと産んでくれるかどうかっていう感じですかね。目標よりも全然取れたんで44ですよ。うん、ブリード楽しめるんじゃないかなと。いやまあこれまた産卵セットは組み直してもうちょっとやってもらうんで、はいはい、ということで、まあ今日トータル44個と、すごいね、すごい久しぶりに採卵したんですけど、もう個人的には幸先のいい感じになるんで、こっからまた採卵とか割り出しちょっとやっていくから、魚は続きます、うん、また、割り出し動画とかもそれ以外の動画もたくさん上げていきますんで、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。ということで本日の動画も良かったと思った方は高評価、チャンネル登録お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。これよ、これこれ、いつもの俺の楽しみはこれないよ。今日はどんな顔してくれるかな。うわ何それ。